はい、今日は担々麺を作ります。パクチー、豆もやし、しらすの、だしは鶏に、細麺のラーメン、おかしいスープのために担々麺でこれを作っていきます。はい、豆もやしに今日はこのパクチーを処理したいと思います。パクチーは逆にします。はい、これはスープです。今はこのスープを出します。こちらバラ麺です。約3分か入れていきます。豆もやし天ぷりしてます。だし豆みたいな甘くなくて、はい、スープの形、担々麺のスープで、こう、水を蓄えて、鍛えていきます。で、しらし。で、スープは完成で、はい、細麺を。準備 OK ですよ。はい、スープが沸いてきました。火を止めます。